どうも、ネギサンプでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけでね、今回はラケットインプレッションということでやらせていただきたいと思います。まあ皆さんのサムネでどんなラケット出てくるかっていうのは分かってるかと思いますが、一応やっておきましょう。それでは本日紹介するラケットはこちらでございます。ドゥドゥン！ヨネックスの V コアというわけで、V コアに新色登場でございます。まあ、白が出るとは情報が出回ってたので、ある程度の、こういう予想はできてたと思うんですけど、こんな感じでございます。早速ね、詳しく見ていきましょう。まあ、ホワイトとは言っても、白の面積はちょっと少なめです。どっちか言ったら、くすみがかったオフホワイト的な色が多い印象がありますね。色の名称はサンドベージュっていうらしいです。ところどころに、まあ、このあたりとかね、シルバーとか。まあ、この、グロメットの部分も、まあ、シルバーかな。で、あとはシャンパンゴールド的な。この内側はシャンパンゴールド的な、色が入ってまして、どちらか言うたら、やや女性的なカラーという印象でございます。こんな感じで、ヨネックスのロゴも、若干シャンパンゴールド的な色になってます。なので、これから、この V コアを購入するという女性は、結構このサンドベージュを選ぶ人多そうですよね。若干の高級感もあるような、デザインになっております。まあ、ヨネックスで白のラケットって言ったら、3年ほど前に発売された E ゾーンのナオミ大阪リミテッドなんですけど、あれね、限定品やったんですが、今回のこのサンドベージュは限定じゃなくて、ジュニアラケット以外の全スペックで、現行の赤と2色展開になるそうです。逆に僕が今使ってる赤の方は、スカーレットっていうカラー名称らしいです。初めて知りました。まあ、今回は新カラー登場ということで、中身自体は現行の V コアと何ら変わらない、内容となってるということなので、こちらの V コアサンドベージュを使って、まだ V コアを試したことがない、ちょっと V コアに興味があるという方に対して、改めてこの V コアの特徴であったり、なぜ僕が V コアを使ってるのかということを紹介しつつ、インプレしていきたいと思いますんで、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。この動画面白かったためになったと思ったら、今後のモチベアップのためにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは本編、どうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今回は8月23日に発売されます V コアの新色サンドベージュを使ってちょっとインプレやっていくんですけれども、僕のマイラケは V コア100ですね。V コア100に、バボラの RPM ブラスト、125かなを、テンション50で貼っております。まあ、僕のレベルで、なんで100使ってんのってよく言われるんですけれども、まあその理由は後ほど、お話しさせていただくとして、今回は、サンドベージュの98を、メインに使わせていただいております。まずはこの V コアの僕が思う特徴っていうのを、簡単にご紹介しますとですね、僕の中で V コアは2つのストロングポイントがあると思ってて、1つ目は反発力ですね。V コアってスピン系ラケットって言われてるんですけど、このスピンの量よりも僕は反発力に注目して、使わせていただいております。というのもこのラケット形状がね、フレームの形状がすごく特殊で、ちょっとね、先っぽの方が広くなってるんですよ。なのでスイートスポットが若干上目にあるんですね。僕らみたいなプレイヤーっていうのは基本的にど真ん中で打たないんですよ。ちょっと先の方で打つので、そこがスイートスポットになってるということは、すごくスイートスポットに当たる確率がめちゃめちゃ高い。なのでボールがよく飛ぶんですね。前作は比較的ボールの飛びは控えめなラケットだったのかなと思うんですけれども、今作になってこの形状の変更でかなりね、反発力が高くなった気がします。ヨネックス的には、まあ、スピン系ラケットなのでもっとスピン量を、まあアピールしたいところだとは思うんですけれども、僕の中で、個人的にこの反発力が、このラケットの一番のストロングポイントかなというふうに思ってます。実際に、この新しい形に変わって僕の周りでも女性の方がよく使うようになったんじゃないかなというふうな気がしてます。そしてストロングポイント2つ目、ここでスピン量ですね。このラケットすごくボールが持ち上がります。
むしろ軌道がめっちゃ上がります。これも、このラケットの特徴なんじゃないかなと思います。他社のスピン系ラケットと比べてもやっぱりね、スピン量というよりはボールの軌道が上がるので、よりボールがぐんと落ちるような感触を得られるのかな。今映像で見てもらってるのは、98に、ポリツアープロの125を貼ってます。この組み合わせはね結構いいです。やっぱり100に比べて98は若干ボールの軌道の上がり方は、そんなに高く上がらないので、ポリツアープロでも全然いいと思うんですけど、僕はね100使ってるので、それにポリツアープロを貼ってしまうとめっちゃボール上がるんですね。なので若干固めの RPM ブラストを使って、ボールの上がりを抑えてるっていう感じです。じゃあここから、僕がなぜ V コア100を使ってるかっていうところを、お話ししていきたいと思うんですけれども、基本的に僕のプレイスタイルって、僕の動画見ていただいてる方は分かってるかと思いますが、フラット系のプレイヤーなんですね。じゃあミスマッチしてるんちゃうかと思われるんですけれども、これ、スピンを意識的にかけなくてもボールの軌道が若干上がってくれて勝手にスピンがかかってくれると、そういうところに魅力を感じて使わせてもらってます。ただね、ボレーはね、なんか僕の中で浮くんすよね。ただ僕がボレーが下手なだけなのかもしれない。その可能性が高いんですけど、まあ正直ボレーあんま気にしてないですから、ミスったところで。はい。なのでそれやったらストロークに全振りすると言いますか、少々ボレーが使いにくかったとしても、ちょっとね V コアを使うっていう、選択をさせていただいてます。まあボレーだけで言うと E ゾーンの方が 100% 僕は使いやすいです。あとはね、シングルスの時に振られたりしたらめっちゃ楽に返ってくれる、これも大きい要因かな。まあ、若干ね飛びすぎ感は否めないんですけれども、そこは抑える技術をちょっと意識しながら使ってるという感じです。まあね、 V コアの特徴が一番わかりやすいのが100かなというふうに思ってます。98になると若干そのボールの上がりとかが抑えられてくるので、なんかまあ扱いやすい優等生ラケットかなっていう気がするんですけど、まあ新色も発売されたということで、なんか興味ある方はね、V コア一度使ってみてください。それでは V コアの新色サンドベージュ8月23日発売ということで、この色がいいという方はね、ぜひ、購入を検討してみてください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつさんぽ、バイバイ。